because it's a very strong drug. Charisma. 1, 2, 3, 4! And highly addictive. 皆さん、こんばんは。9時半になりましたよ。9時、クイズナの時間です。今日は5月9日土曜日ですが、皆さん、ステイホームしていますでしょうか？明日はね、5月第2日曜日ということで、母の日です。忘れていたという方は、まだね、時間がありますから大丈夫です。明日ですからね、母の日。ぜひ、皆さんのお母様にね、日頃の感謝の気持ちを言葉にして伝えてあげてください。さあ、今夜もね、クイズで楽しく皆さんとの絆を深める、クイズナ、今回も始まります。よろしくお願いします。クイズナは YouTube 視聴者参加型ライブクイズとなっております。今日はね、クイズの日ですが、明日はクイズナ絆の会という会がございます。どういう会かというと、皆さんと一緒にクイズのおさらいをしながら皆さんとの絆を深める、まあ、リラックスした時間です。時間はね、今日と同じ9時半スタートですので、皆さん明日もね、ぜひクイズな絆の会参加してください。そして、そういったクイズナーの様々な情報とかスケジュールですね、そちらはクイズナーのオフィシャルツイッターがございます。ぜひそちらの方もね、フォローの方よろしくお願いします。アットマーククイズナーアンダーバー JP ですね。はい、こちらです。よろしくお願いします。このツイッター概要欄にもリンクを載せていますので、もしわからないという方は概要欄の方からフォローをお願いします。さあ、クイズナのね、ショーのフォーマットの説明をしていきます。このクイズナなんですが、ただのクイズショーではありません。情報、教育、エンターテインメントということで、ぜひ皆さんにはね、世界に視野を向けるきっかけをぜひここで掴んでいただきたいということで、クイズナの前半部分は、世界中のね、もう著名人や面白い方のインタビューだったり、または、まあ私がね、体験したとか知った海外の面白ネタを紹介していきたいと思います。もちろん、前半部分インタビューや海外の面白ネタからも、後半のクイズの方でクイズが出題されるので、よく聞いていれば全問正解のチャンスがあるかもしれません。そして、私、イクミンからね、素敵なプレゼントが欲しいという方はもうぜひ、最初から最後までしっかり聞いておいてください。さて、今回もね、ビッグな方とのインタビューがつながっております。皆さん、準備はよろしいでしょうか？もうね、よく細かく聞いておいてくださいね。それではインタビュー始まります。今回のゲストは伝説の音楽コンポーザー、そして元ベーシストの池義弘さんです。コンポーザーとしてもね、もう数々の賞を受賞しています。現在はもう映画もドラマもアニメも、もう池さんの音楽は聴かない日はないっていうぐらいね、皆さん後でびっくりしますよ。はい、日本トップの音楽コンポーザーとして日本、そしてねアメリカでも活動をされている、もうめちゃめちゃもうクイズナに来てくれるのはありえないっていうぐらいな人です。さあ早速、池さんを呼んでみましょう。池さん。はいはい、どうもこんにちは。ちょっと褒めすぎですよいやいやいや、何をおっしゃいますか。普通のお茶目なおじいちゃんですから。でも池さんの作品がすごすぎて、っていうか私の方から代表作つまもうかなって思ったんですけども、入らなすぎてもう無理だから、ちょっと後ほどね、どこかに何エンディングロールみたいな感じでダーって流してるから、ね、すいません、作品だけで、ね、長く生きてるから増えちゃったの。今ステイホーム習慣なんですけど、そこはステイホームの一部、僕の特技、特技がステイホーム。いや絶対そうじゃないと思いますよ。だって普通超多忙な池さんでしょ。ずっと家で作曲してるだけです。音楽コンポーザーっていうのはどんなお仕事なのかっていうのを紹介してもらってもいいですか。まあ作曲家です。それも僕の場合はボックスを作るというよりも、うん、あれですね、ドラマの音楽、背景音楽、
サウンドトラック。サウンドトラックです、ね。でも、本当はね、サウンドトラックって最近言いますけど、昔はサウンドトラックって効果音とかも込みだった。サウンドトラック、フィルムの横にある音のトラックをサウンドトラックって言って。へえ。じゃあその音楽コンポーザーっていうのはみんなが映画で見たりドラマで見ている、まあ、背景の音楽、まあ、今でいう、まあ、サウンドトラックを作ってらっしゃるってことですか？そうです。へえ、あのかなりそれってクリエイティブな職業だと思うんですけど、こう天から曲が降ってくるの、それともこうどういうふうにゼロから生み出していくのかなってすごい気になる。シャワー浴びてるときにザーっていうあのノイズがあります。あの中からなんか生まれたりとかする。あとはもう、そういうことも言ってられないので、ひたすら、ひたすら、って作ります。もう作る来いって。作ります。あとは誰か踏んだりして、その、どういう場面にはこういう音楽が必要だなっていう。伝えたい感情、映像が伝えたい感情をフォローしていく感じですね。じゃあその、出来上がった映像をもとに作るんですよね、後から音楽っていうのは。日本はそうじゃないパターンが多すぎて、ちょっと困ってるんですけど、まあ、本来は映像を見てから作るのが、そういうサウンドトラックっていうもんなんですけどね。あの、池さんのね、そのもう数々の作品、もう紹介したいんですけど、プロフィール欄にさっきも言ったけど、収まらないっていうかさ、もう本当にすごいので、ちょっとあの、ここら辺にね、今流してるから。ま、流れてる。流れてる。あ、本当だ。いや、見えない。いろんな世代の人がいて、もう各世代ドンピシャで、もうドラマとか映画とか作られてるので、いや、もうあの、螺旋とか作ってるよね、池さん。やってましたね。いや、あのホラー映画とかって一人でスタジオにこもってあの怖い映像を見ながら作るって怖くないですか？一番最初に、うん、そのリングと螺旋の一番最初のリングの2時間ドラマフジテレビでやったやつなんですけど、うん、やった本当怖かったです。一人で夜中でトイレ行けなくなっちゃう。本当に怖くてもう無理です、一人で行く。自分で映像にこう音楽に音つけてるのにびっくりしたんです。映像見て。ほんと怖い。やっぱり怖いんだ。なんか撮影現場はホラー映画を撮影するときはなんか怖いっていうよりもなんかリアクションとかもめちゃくちゃ大げさにアクティングするから怖さってないんだけど、やっぱり完成したものを見ながら音楽をつける作業は多分怖いんだろうなと私は思ってて。ほんと怖い。夜中はやりたくないですね。でもどうしてもだんだん夜中になっていっちゃうから、うん、行くととんでもなく怖いです。へえ。私あの信田もう完全に世代で、はい、もう高校2年生の時にずっと毎週見てて、そう、僕のドラマを見てた人は郁美さんの世代に多いんですよ。まあ、やっぱり、いや、もうめちゃめちゃ、うわ、これもあれもそれもっていう感じで、いやいやいや、あの池さんは今その日本でも活動はもちろんされてるんですけど、アメリカの方でも活動を今されてるじゃないですか。どういうきっかけでそのハリウッドにこう進出しようかなと思ったのかなと思って。実はもう42ぐらいの時にもうアメリカに渡っちゃおうと思った瞬間があったんですよ。これ本当にもうあまり言って話したことないんですけど、うちはしか知らないことなんですけど、ちょうどその頃に、その、信田とかそういうドラマは異常に忙しくて、どうにもならないぐらい追われてて、出れなかったんですね。で、遅れること15年ぐらいの感じ。本当に。でも行きたくて怖かったんですよ。やっぱり日本とハリウッドの働き方とか、まあ、クリエイティブとかももちろん環境とかって全然違うんですか？そうですね。随分違いますよね。まあでも、その、働き方が違うっていうよりも、やっぱ僕が憧れてた、その子供の頃から見てたハリウッドの映画とかドラマとかね、そういうものに死ぬ前に一度ぐらい参加したいなっていう。去年、はい、私は見ましたよ。
あのロサンゼルスで、いやもう北米最大 の、 あのアニメエキスポ、もう世界中からアニメ好きゲーム好きが集まる、あのめちゃめちゃすごいステープルセンターでやるアニメエキスポ、池さんメインイベントでキャストされてましたよね。あの長野オーケストラ、フルのオーケストラとともに、いや、やっぱなんか世界の池さんだなって、なんかすごい遠く感じました、存在を。めちゃめちゃ無理しただけですね。もう大変でしたもんね。そう、それで池さんの、まあ、アメリカでね、世界中から集まってきた池さんファンのために、オーケストラ、コンサートを開催する気持ちはどうでしたか？気持ちはね、何しろ緊張しました、最初は。特に本番よりも、リハーサルが、初めて、まあ何人かナッシュビルでレコーディングしてるミュージシャンが来てくれたんで、うん、まあそこは心がちょっと落ち着いたところありますけども、基本的にもう初めて見るでしょ。で、コンダクティングしてそのダイレクションするのも全部英語だから、リハーサルで、もう疲れ果てました、うん。レコーディングとかいうのはそんなにこう本気で振らなくてもいいんですけど、もう、ガンガン振ってもっとこう来いとか、お前そんなビブラートとかやらないと、もう全然演奏も成立しなくて。へぇー。僕は指揮者じゃないんですよ。指揮者、にわか指揮者なので。本当に、もう、その時に、いや、もっとちゃんと指揮の勉強しないといけないんだなと思って。いや、でも私の目からしたら、もう池さんペラペラの英語で、もう何十人ってオケをまとめて、すごいなんか冗談言いながらちゃんとコミュニケーション取って、リハーサルもなんか緊張しない感じでこうバーってやってる感じがして、なんかすごいなと思ってたんですけど。のリハーサルに郁美さん来ていただいたでしょ、うん、あれがね、それほどもう、まな板の上の恋。その前の前日のリハーサルで、もうダメかと思いましたもん。もうオケの人たち言うこと聞いてくれなくて。池さん、アニメエキスポでいろいろ大変なこともあったと思うんですけど、何か思い出深いエピソードってありますか？ある、まあ、お手伝いしていただいてる方がいて、その人が、やっぱり一曲、ぜひ歌物を池さんのやってみようって話。で、ちょうど、進撃のバハムートっていうアニメで、エンディングテーマを僕が書いたのが、すごい壮大ななんかちょっと感じのドラマチックなバラードなんですけど、それを YouTube で歌ってるカナダの女性がいて、じゃあこの人を呼んでみよう。あ、でもカナダの女性ってのは後で分かったんですけど、てっきりアメリカ人だと思って僕が、じゃあこの人を呼んでみようって言って、アメリカンドリームって呼んで歌ってもらったんですけど、まあ本人はもうなんか舞い上がるよぐらいな感じで来てくれて。でも大勢の前で歌うのは初めての女性だったんで、すごい緊張してましたけど、本番はバッチリ歌ってくれました。へぇ、すごい。それでその大ファンの池さんの曲を YouTube にたまたまアップして、それがたまたまその音楽を作った池さんが見たという。知り合いにこの女性うまいねって言われて。うん。で、あ、本当だ、この人うまいねって言って覚えてたんですよ。それで、あ、どうせなら外国人の方に歌ってもらったらいいね。彼女カナダ人なのに日本語で歌ってましたよね。日本語で歌ってました。彼女は日本語はまあこんにちはぐらい、おはようございますぐらいなんですけど、うん、アニメが大好きで、あ、旦那さんがアニメが大好きで。うん、僕と一緒にアニメ見てて、彼女は歌が大好きで、で日本のアニメも大好きだからっていうんで、わざわざ日本語で歌ってくれた。で、僕は英語の歌詞を用意しようかと思ったんですけど、日本語で歌えるって。まあ、YouTube にも日本語で上げてましたしね。綺麗な日本語で歌われてたから、てっきり私日本語が喋れる日本好きの女の子なのかなと思ってたんだけど。彼女は喋れるね。でもまあ、日本のアニメとかでね、中国人の方とか、まあアメリカ人でも、日本語を覚えちゃう方も、ね、いますもんね。今、こういう時代になりました。やっぱりその日本人のオケの方たちの、まあ、雰囲気とか、奏でる音と、外国の人ってやっぱ全然違うんですか？違いますね。やっぱり違います。本当に。荒削りだけどパワフル。
で、あれをまた煮詰めていくと、もっとそういう違ったものが出てくるんですけど、あの感じだと結構、ぐっとパワフルな演奏でしたね。なるほど。いや、私もね、まあ実は、ハリウッドでチャレンジする、まあ日本人の一人なんですけど、そういった意味では、まあ池さんと仲間なんですけど、実はね、そう、アクションスリラーシリーズで池さんと私、同じプロジェクトに携わってるんですよ、池さん。そう、池さんも音楽作ってくれてるじゃないですか。イクミさんの世界がかっこいい、かっこいい。いや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 、もう私もいっぱいいっぱいでやらせていただき、もうギリギリでいつもやらせていただいてます。素晴らしいです、本当に。アクティングを見て音楽つけてますから。いやー、もう恥ずかしい。そして池さんのファンもね、クイズナには多くいらっしゃると思います。私もね、池さんの大ファンなんですよ。本当ですか。やめて。そう、大好きなの。そう、それで、池さんからクイズナの参加者にちょっと私からわがままのお願いなんですけど、プレゼントいただけたらみんながめちゃくちゃ喜ぶと思うので、ちょっと何かください。大丈夫です、もうちゃんとね、そういうことだと思いまして。さすが。え？だだだだだきーだ、あれ見えるかな、これだよ、相棒のさ、すごいタックですね。あれいつだっけな、1ヶ月ぐらい前ですかね、リリースされました。それは相棒のサウンドトラックですか。これはシーズン15から18。わあ、すごい、シーズン15から18、じゃあ3シーズン入ったサウンドトラック。それだけあんまりもう曲書いてないってことですけどね。でもあのオープニングテーマが全部入ってるんで、この相棒ファンにはとても価値のあるものになります。はい、すごい、いいんですか池さん。どうぞ。それとちょっとそれ手元に1枚しか見えないんですけど、実はこのクイズなプレゼントをもらえるのは3人、入賞者3人もらえるんですよ。いやあ、うん、なほどだろうと思って。2枚。あ、あれ?3枚。3枚用意しました。やったー、いいんですか、トップ3まで。いいですよ。いや、池さんのね、その優しさにあやかって、ね、なんか、前回、その、池さんにこういうすごいかわいい、私お家に飾ってるんですけど、こういうすっごい可愛らしいちょっとサイン色紙をいただいたので。マジですか。もしよかったら、はい、あ、書きます書きます、はい、いや、なんかスペシャルバージョン書きます。はい、わあ、嬉しい、ありがとうございます。皆さん聞きましたか、池さんから今日のクイズがめちゃめちゃ豪華になってます。入賞者3位の方にはね、もう相棒プラス池さんからのね、特別な色紙をいただけるということで、はい、かわいいです。ありがとうございます。じゃあお互い頑張りましょうということで、次回はね、多分ロサンゼルスで会えるといいですね。会えるといいですね、ちょっと楽しみ。はい、はい、またボバ飲みに行きましょう。ぜひぜひシュガー、はい、飲みしてね、はい、それでは今日は本当に本当にお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。いやー、皆さんちょっと聞きました。結構コメント欄も池さんの相棒の CD トラックCD、サウンドトラック持った瞬間にこれはマジで欲しいとか、すごいとか、もうこれは本当に欲しいってめっちゃ皆さん、なので頑張ってくださいね。この後クイズコーナーに移りますので、さっきのね、インタビューをもう端から端まで記憶していただいて、ちょこちょこね出ますので、クイズな
はい、クイズの方ね、出題されます。それにね、もうすごい方でしょ、池さん。こんなね、気さくにお話ししていただける方なんですけど、もうコメントにもあったように、朝ドラの主人公よりすごいとか言って、いやもう本当にそうなんですよ。朝ドラのね、主人公よりもすごい。皆さん、池さんの曲を聴いたことがない人はいないんじゃないかっていうぐらい、数々のもうアニメ、ドラマ、映画、もうね、いろんな作品を携わって作ってらっしゃる方です。ありがとうございました、池さん。はい。ということで、私がね、見ていた大好きな映画とかね、もうドラマとかも、もう世代的にドンピシャだったので、もうすっごい嬉しいです。そしてね、相棒の CD もプレゼント、かつ、サイン入りもね、ちっちゃい色紙のサイン入り色紙もいただけるということで、もう本当にありがとうございます。皆さん、面白かったとかね、インタビュー良かったよと思う方は、いいねボタンと高評価をしてくれると喜びます。さあ、お待たせしました。クイズの方に移っていきたいと思います。さあ、ここからですよ、本番は。CD がもらえるかもらえないか。さあ、クイズの説明いきたいと思います。クイズは全部で10問あります。そしてランダムに炭酸アンバサダーより炭酸シュワシュワクイズも出題されます。そして10問目、ラストの問題は皆さんの幾民からの出題クイズになっております。クイズね、私も出題したいという方は、こちらオフィシャルサイト幾民 .com で、出題ページがありますので、そこからね、応募できますので、皆さんからのクイズじゃんじゃん募集しております。概要欄にこちらもリンクを貼っておきます。そして肝心なクイズの回答の仕方です。ちょっとね、練習問題と一緒に皆さんに説明していきたいと思います。イクミンの好きな色は赤、青、黄色、ピンク、このね、4択があるんですけど、はい、こちらクイズのは4択クイズとなっております。そして皆さんのコメント欄の方に自分が正解していると思う選択肢の数字とスペース、そして選択肢に書いてある日本語の回答をコメント欄にそのまま書いてください。はい、先ほどね、写真が出たと思います。数字、スペース、日本語の回答をよろしくお願いします。ただし、今までもね、ちょっと番号だけ、選択肢の数字、半角数字です。半角数字を入れるだけでも、サーバーの方が皆さん回答したとみなして、集会結果に出てる時もあります。はい。なので、ちょっとこれ賭けなんですけどね。もしよかったら、半角数字だけを押して、見てください。ちょっと画面の方がね、ウィナーページになってるんですけど、ん?はーい。どっちなんだろう。ちょっとね、やっぱり生放送というかライブってね、やっぱちょっとアクシデントがつきものなので、ちょっと待ってくださいね。はい。ということで、サーバーの方がですね、3分間少しダウンしているそうなので、ただ、これ引き続き、3分後にクイズの方が始まるということなので、皆さん、3分間、もしくはもうちょっとかかるかもしれないんですけど、ちょっとね、コメント拾っていきたいと思なるほど。ちょっと皆さん、重要なインフォメーションが降りてきました。はい、降りてきました。サーバーの方が、止まってしまったということで、ちょっとね、ここ一旦、このストリーミングの方を閉じて、また別の回の、別の、なんて言うんだ?ストリームでもう一度クイズから始めたいと思います。ごめん。なので、私の説明がわかるかな?私の吉松育美の育美ズボイスという YouTube チャンネルに皆さん今入ってると思います。で、今、ライブ、インスタグラムじゃないよ。落ち着いて。ハプニングに慣れてない。でもね、絆の回でも前ありましたよね。とにかくちょっとサーバーの方が今ストップしちゃったみたいなので、これから池さんのインタビューのクイズの方は、一旦ここ閉めて、もう一度、ライブストリーミングの方始めますので、皆さんちょっと待機しておいてもらってもいいですか?3分間ちょっとかかるようなので、
そうなんですよ。サーバーをリブートできないからねっていうコメントをいただいてますが、もうその通りなんです。はい。チャンネル回せば。そうですね。もう満タイ。OK。ありがとうございます。切り替えです。なので、一旦ここのチャンネルというかサーバーをクローズドして、また新たにライブ配信を同じサムネイルで、まあ、すぐオープンしたいと思いますので、皆さんちょっと待ってて。ちょっと待っててください。クイズその後始めますから。はい。ということで、一旦バイバイということで、みんな待っててね。